やっぱり音楽室におったんじゃ。はよ行こう。毎日よくそれだけ眠れるな。ええでしょ。まるでクマみたいじゃ。クマ？冬眠しとるクマみたい。違うよ。え？クマは冬眠せん、冬ごもりって言うんよ。何が違う？クマは冬眠せん、冬の間じっと動かんで体力を温存しとるだけ。眠りが浅いけ、大きいとでもすぐに目が覚めるんよ。眠っとるふりってこと？そう、夢の世界に引きこもっとるっていうか、それが冬ごもり。なら冬眠は？冬眠は死んどるのと同じ仮死状態。体温もゼロに近くなるんよ。じゃあやっぱり泊まりは冬眠じゃ。冷たい、死んどるみたいじゃ。クマが冬ごもりするんは冬に餌が手に入らんけいなんよ。動物園のクマはそんな心配がないけ冬ごもりはせん。メスのクマは冬ごもりしおる間眠っとるのに出産して子育てもするんじゃ。クマの話はもうええよ。清水くんはなんで私なんかと？クラスから浮くよ。行こう、午後の授業が始まるけ。私はええ。はよう夏にならんかね。ほんと冬は嫌いじゃん。ともりはどうしてそんなに冬が嫌いな？日が遠くなるような361日、私は抜け殻のように生きて、そしてあなたに会った。会い続けた。人を好きになることを知ったけれど、その先があるなんて知らなかった。夏になればあなたに会える、それだけを支えに冬の私は文字通り死んでいたのだ。山深く緑もゆる、ここはあなたと初めて出会った場所でした。どうしようもない中で緑しかないのだと、そう言ってしまえば終わってしまうようなこの場所を、あなたはただただ切なそうに見つめて、綺麗だとそう言ってくれました。教習にも似たその羨望を今も強く刻まれたこの胸の中から追い出すことはできないのです。こんなにも世界が美しくきらめいていることを教えてくれたあなたを、私が忘れることはないでしょう。あの頃は目の前が真っ暗で、何をしていても何を見ても色あせていた世界を、私を救ってくれたあなたを、私が忘れることはないのです。落とし物見なかった？ふとどこからともなく声がした。その声に弾かれるようにともりは辺りを見回した。といっても左は斜面で右は山の壁だ。見るところは一つしかない。落とし物？反射的に体を進んでいた方に向け直して顔を上げて声を張った。土の階段の先にいるであろう人物に向けて、目の前の傾斜がきつくて姿は見えないが、いるとしたらそこしかない。こんな山の中で声をかけられるなんて珍しいなと思っていたら、何も見なかった？声は再びそこから降ってきた。透き通るような男の人の声だった。ともりはどうしてそんなに冬が嫌いな？当然じゃろ。寒いし肩起こるし足の古傷をつくし
浮かれたイベントも多いし、悲しくなるし、泣きたくなるし、死にたくなる。冬を好いとる人なんておらんよ。いくらなんでもそりゃ言い過ぎじゃろ。清水くんだって冬が好きじゃないって言っとったじゃん。そりゃもうね、寒い冬とかほんといらんよね。俺の場合はちょっと違うけ。どうして？冬は空気がきれいじゃけ。え？冬は空気がきれいじゃけ、見たくないものまで見えてしまうんじゃ。意味がわからん。あ、この窓からは山が見えるんじゃねえ。さ、はよ。私はええ。さっきからそう言っとるじゃろ。大勢の中が苦手なんよ。狭い教室にいると息が苦しくなる。だからいつも辛くない。全然ベタベタして人付き合い苦手じゃし、他人の悪口を聞かされたり悩み相談なんかされるのなんてもうあっぴらごめん。あ、そうだ、私決めた。次の夏が来るまでここで眠り続ける。それがいい。ともりは病気じゃ。私は冬になって日照時間が短くなると鬱になる人が多いんじゃ。さすが医者の息子。ね、治療法は一つだけ。何？今が夏じゃと思い込むこと。ただひたすらに。よう見えるけ。こちらなし。それに事故の噂のせいで誰も
おすすめしてくれた人がいて。誰？清水くん？清水先輩？今清水先輩って言った？そうじゃろ。どういうこと？先輩どうしてそういうことするかな。だってここはうちたちの。いや、まさか、ありえない。そんなはずは。なんなんよ、もう。あの、清水先輩とはどういったご関係？お付き合いされとるとか？まさか、ただのクラスメートよ。疑うなら清水くんに聞いてみればいいじゃろ。君は先輩のこと好きじゃない？考えたことない。どうして？学校一のイケメンなのに。興味ない。優しいし、スポーツ万能じゃし、ミステリアスじゃし、医者の息子だし。しつこいな。あのね、この際だから言っておくけど、清水先輩はあんたみたいなんが誰より興味があるんじゃけ。あんたみたいなんが完璧にタイプなんじゃけ。待って、いい加減にして。清水くんとはそういうんじゃないって。清水くんとはじゃったら別にそういう人がおるってこと？何？他に好きな人がおるん？誰それ？ええでしょ別に。やっぱりそうなんじゃ。教えてよ。なんでそんなこと言わんといけんの？今会ったばっかりの名前も知らんあなたに。うちの名前は翔子。いいかよろしく。そういうことじゃのうて。じゃあやっぱり先輩のこと？違うって言っとるじゃろ。だったら教えて。言っても知らん人じゃけ。誰？ねえ、誰？教えてよ。すごいな、もう。あ、もしかして。いや、まさかありえない。どういうこと？信じられん。理解できん。ええじゃないか。
これ以上詮索するのはやめようや。あ、なるほど、つまりそういうこと。何が？タモリの作り話。まったく見え張っちゃって。話して損した。怒った？別に。ごめんごめん。でも何もそんなおっさんに恋しなくても、もっと他におるじゃろ、この学校にだって。ねえ先輩。いや、まあ全然話にならん。正蔵はおじさんじゃないし、むしろ正蔵に比べたらこの学校のみんななんて幼稚で頼りなくてつまらん人間しかおらんよ。なんかごめん。あ、ごめん、そういうことじゃなくて、その清水君は割とまともな方だと。ありがとう。ちょっとちょっと、何二人で雰囲気作っとる。だいたい黙って聞いとればその上から目線、感じ悪い。あのね、そんなんだからその正蔵さんって人にも警戒されちゃって先に進めないんじゃないね。まあ正蔵は関係ない。終わりじゃけ。そういう友達の態度が知らず知らずに正蔵さんを傷つけて距離を取られるんよ。正蔵の何を知っとるんよ。よし、わかった。うちがトモリを甘え上手な好感度の高い女子にしてあげるって。もう余計なお世話。いいからいいから、うちに任せて。トモリはあれ、第一印象が良ないから無理やりでも口角を上げて笑顔を作らんとね。ほら、やってみ。なんでそんなこと私が。正蔵さんに好かれたくないの？ほら、はーよ。次は上目遣い。片手を方に当てて虫歯ポーズ。アヒル口からのカッパ口。はい、じゃあとかで知れんね。それからメイクは派手すぎず透明感があって、それでいて色っぽいものを加えて。漠然としたアドバイスありがとう。髪の毛はそうじゃね。な、先輩、どうしたらいいと思う？あ、いや、どうじゃろう。何でも似合うと思うけど、ショートカットとかにしても似合うんじゃないかな。髪は切らん。え？髪は絶対に切らん。どうして？あ、どうしても。まさか、肖像が髪の毛を切って私に気づかんかったらいけんけとかって思っとる？まったく、何考えとるん。そんなはずないじゃろ。だって、一年のうちのほんのちょっと、たった4日間しか会えんけ。何それ。よっぽど好きなんじゃな、正蔵さんのこと。あのね、そんなに好きなのに10年近くも何やっとったん。よし、そういうことなら来年の夏、勝負をかけんとちゃんと前に進まんと。じゃあ次、正蔵さん、どこか連れてってくださいよ。行ってみて。何それ。甘えん坊女子のセリフ。清水先輩を正蔵さんだと思って。はいはい。え、いや、あの、私そういうの無理じゃけ。正蔵さんと仲良くなりたいんじゃろ。言うまで返さんけ。はいはーい。正蔵さん、どこか連れてってくださいよ。一緒にいるとなんか落ち着くな。一緒にいるとなんか落ち着くな。このまま時間が止まればいいのに。このまま時間が止まればいいのに。私たち付き合っとる？私たち付き合っとる？
ともりは高校卒業したらどうする？考えてない。そっか。進学？まさか就職？両親は何か言っとらんの？別に。無関心なんじゃね。ん？どうかした？あの日、私と両親を乗せた車が大破した。無傷で生き延びた私を奇跡と呼ぶには楽観的すぎて、そのまま受け止めるにはあまりにも残酷すぎる現実だった。二人とも暇なんじゃね。別についてこんでもええのに。だって、ともりはどこで眠るかわからんけ。こんな森の中で眠ったりでもしたら、それこそ本当に冬眠するクマになるじゃろ。だから、クマは冬眠しないんじゃって。あれ？チョークは？さあ。どこ行ったんじゃろ。帰ったんじゃないか。何それ？さっきまであんなにはしゃいどったのに。さあ、着いた。紹介するね。これがお母さんとお父さん。ああ今日が命日。9年前。ともりの冬嫌いはこれも？ねえ、知っとる？子供の頃何かの本で読んだんじゃけど、安心っていうのは車の後部座席で眠ることなんじゃって。家族でどこかへ遠出して、あたりはもう夜、あとは車で家へ帰るだけ。その時子供は後ろの座席で眠れる。何も心配しなくていい。前の座席にいるお母さんやお父さんが心配事は全部引き受けてくれる。何もかも面倒見てくれる。だから私も安心しきってたんじゃ。目の前に迫った大きなトラックを避けきれずに正面衝突。お母さんはとっさに後部座席を見て私をかばってくれた。シートベルトを外して身を乗り出して、私が前に飛ぶのを防いでくれた。フロントガラスと私に挟まれたお母さんの体はぐにゃりとつれて。ええよ、無理に離そうとせんでも。最後までハンドルを切ろうともがいたお父さんは、飛び散った車体の破片が胸に突き刺さって即死じゃったんよ。一人だけ残されて、一人だけ生き延びて、それは幸せでも嬉しいことでも何でもなかった。どれだけ悔やんで、どれだけ泣いて、どんなにお母さんとお父さんと一緒に行きたかったことか。ともり、あ、ごめんね。別に同情してほしかったわけじゃないよ。とりあえず何か喋りたかっただけなんじゃ。同情なんて。さあ行こう。確かその本には続きがあったはずなんだけど。安心はずっと続くわけじゃない。え？安心はずっと続くわけじゃない。ある時、自分が前の席に行かなきゃならなくなる。いつか誰かを安心させる側になるんじゃ。ともりはそれが他の人より少し早くなっただけで。だからみんな、ともりと一緒にいると安心できる。正蔵さんも。ここは無縁仏も多いんじゃね。半分くらいかね。お坊さんが言っとった。そう。どうしてこんな山の中にって思うとるじゃろ。整備されたところにいくらでもお墓があるのに。まさか、そんなこと思っとないよ。おじさんがね、
どうせ墓参りに来ることないんじゃけどこでも一緒だろ。葬ってあげるだけありがたいと思えってここに決めたんよ。死者に鞭打つとはよく言ったものだよね。いい場所に埋めてもらえて共りのご両親が羨ましいよ。亡骸をこんな場所に埋めてもらえたら死んでからもきっと幸せになれる。素敵な場所じゃって思うけど。そう思う？心から。そう言ってくれた人がもう一人おった。ここでは正蔵さんとは何を？いろいろ。小学校の夏休みは学校の宿題に追われる毎日じゃったけど、二人でできる宿題、例えば絵とか工作とかはわざとお盆の時期までやらずに残しておいた。自由研究のネタにも困らんかったな。絵を描いたり、貯金箱は押し花を作ったり、セミの観察日記をつけたり、一緒にできることなら何でもよかった。肖像と過ごす日々は楽しくて、毎日いろんな発見があったから。あ、清水君横になって。え、ここで？ええから。何する？ちょっとこんな風にね、肖像に寝ている私の周りにコーラを撒かれたことがあったんよ。どうなったと思う？いや、ちょっとわからん。目が覚めたらアリの大名行列、天井院さんにもついてそうなアリの団体が元気よく私の白いワンピースの胸を左右から登ってきとった。あのアリがうごめいてる感触は今でも忘れんわ。ひどいことするな。あ、でも不思議じゃったの、その後私が驚いて立ち上がった後、アリたちが甘い匂いのするコーラの後に規則正しく一本に連なって黒い線まで来とったんよ。地面の上にもう一人の私がおった。黒いアリでできた線がゆらゆら動いて、今にも私が動き出すんじゃないかと目が離せんかった。アリの型、なんか面白いね。じゃろ、清水君にも見せてあげるね。あ、それは無理よ。え？だって今は冬じゃけアリもおらん。そう、ちょっとね。一年のうちのたった4日間、夏休みのたった4日間、それ以外は私にとって本当にどうでもよかった。それは今でも？今でも。君が持っているその面白い形をした竹は何？肖像の視線が私から私の右手に持っている竹の棒へと移った。それは120センチほどの柄の先に朝顔の形のような竹組が施されている特殊な形をした竹の棒だった。これはもしかして何かお祭りでもあるのかい？違うんよ、これはとても綺麗な細工だ。ちょっと見てもいいかな？肖像の手が少し伸びる。私は掴まれた手をやんわり外して持っていた灯籠を両の手で握りしめた。大丈夫、大丈夫。これはね、盆灯籠って言うんよ。灯す、灯籠。
校4年生10歳初めて作ったとは思えんほどようできとるよ。やっぱり肖像は器用なんじゃね。正直言うとね、あの時頭の中では警笛が鳴っとったんじゃ。この人は危険って11歳7センチも大きくなった私に女の子は成長するのが早いねって肖像驚いとったね。12歳無邪気に泣いて笑って、今考えると一番純粋に幸せだったのがこの頃じゃったかもしれんね。13歳、中学1年、夏休みに制服を着ることなんてなかったんじゃけど、肖像に見せるためにわざわざ着替えて行ったんよ。14歳、蟻の大名行列、絶対忘れんけ。15歳、半袖から伸びた私の腕に肖像の体が少しだけ触れて、そこから体温が伝わってきた。二人の距離は変わらないはずなのに、出会った頃と同じはずなのに、すごく近くに感じたこと覚えてるよ。16歳、なんだか幸せで、なんだか嬉しくて、胸がうずいて、少し苦しくて。17歳、私に触れている肖像の手のひらだけが私のすべてのような、ずっとこのままでいたいって思ったんじゃ。急に灯籠を作ろうと思って。灯籠？お坊の墓参りに飾るあの灯籠。あ、知っとるよ、盆灯籠じゃろ。毎年肖像が作ってくれたんよ、私の背丈と同じ大きさの灯籠。毎年少しずつ高くなるから、これは灯りの成長記録だよって言って。柱の傷の背比べ。そう、来年の夏は私からプレゼントしようと思って。長い冬の暇つぶしにもなるし。どうかした？いや、なんでもない。あ、やっぱり女子だけじゃ。みたいじゃね。女子だけは縦に繊維が入っとるけ、亀裂を入れてあげるだけですぐに割れるんよ。それも肖像さんが？うん、だからこうすれば簡単に、簡単に、簡単に。貸して。手先は器用な方なんじゃ。私の居場所はここじゃないってずっと思ってた。清水君は死にたいって思ったことある？あるよ、春に決まっとる。生きていれば辛いことばっかりじゃしね。私もずっとそう思いよったけど、それは肖像と出会う前までで、今は違う。肖像が私の全てを変えてくれたんじゃ。そう、それはよかった。でもだったらなおさらじゃ。ともりはもう肖像さんに会わん方がええんじゃないかな。どうして？
どうして正蔵のこと何も知らんのに。そうじゃのうて、俺はただただ何、それは分かった、もう何も言わんけ。ごめんね、清水君と一緒にいるのは楽しいよ。だけどでもやっぱり私は正蔵に会いたい。ダメなんよ、正蔵じゃなきゃ。ごめんね。早まんなよ、まるで俺が本当に泊まりを好きみたいじゃないか。なんだ違うんだ。そんなはずないじゃろ。ほらほら、吹けって。大丈夫、我慢する。正蔵と約束したからもう泣かないって。バーカ、我慢なんかすんなよ。泣きたきゃ泣けよ。だけど泣き終わったら涙の後は消しんさい。そんで何もなかったって顔で前見て笑いんさい。何言っとるんよ。トモリって優しくすると泣いちゃうんだな、変なやつ。泣けって言ったくせに、泣いたら笑うなんてひどい。界隈に立ち並んでいた町屋。なんで突然。神卸町の愛娘が亡くなって、両親はその早すぎる死を大層痛み、そして娘を偲んだ。神卸町は竹をそぎ組んで、自らが売る高価な紙をそれに貼り付けた。石灯籠ではなく娘のために作った盆灯籠、それをそっと娘の墓に備えて飾った。それが盆灯籠の始まり。へー、知らんかった。あるいはその昔、秋の国の城主の母親が亡くなった。城主は大層嘆き、亡くなった母親の墓に盆灯籠を建て供養した。それが秋元に広がり、広島の風習になった。でもその時城主が備えたのは白い灯籠。庶民が真似るには恐れ多くて、白は初盆の時にだけ許される特別な色になったとも言われている。詳しいんじゃねえ。広島県民なら当然。こんな感じかな。なるほどね。あ、ええよ、これ使って。自分で作らなくちゃ意味がないけ。あ、それもそっか。ねえ、もう今日は終わりにしない。いいよ、翔子は先に帰って。あ、お汁粉食べ行こうよ。蒸しか、冷たいな。もう、だってそれ夏までに完成させればええんじゃろ。まだ時間はたっぷりあるけ。だいたい、今何時だと思っとるん。本当だ、もう真っ暗じゃん。そうそう、
早くしないと。お化け乗れる時間。あ、見て、冬は空気が綺麗じゃけ星がよう見える。確かに、そう考えると冬も悪くないと思うけど。まあね、うちはよっぽど冬の方が好きじゃけどね。好きな人との距離も縮まるし。一年に一度か、なんかええね。どうしたん？いや、ともりと正蔵さんは夏の織姫と彦星みたいじゃなと思って。うん、ロマンティック。織姫と彦星は1年に1回しか会えなくてかわいそうって言うけどさ。え、何？星の寿命は10億年ぐらいで、それを人間に換算すると3秒に1回は会ってるってことになるんだって。全然かわいそうじゃないよね。すまんの。よく言われる。じゃあ例えを変えるよ。正蔵さんは渡り鳥なんだよ。渡り鳥？1年に1回やってくる渡り鳥。冬の白鳥とかカモだけじゃなくて、ほら、広島城にも毎年夏になると南の国から繁殖のために珍しい夏鳥が来るじゃろ。それと同じ。なるほど。正蔵さんは夏の広島で灯りと会うことで心の羽を休めると。ロマンティック。渡り鳥って病原菌も運んでくるんだって。養鶏場とか大変みたい。先輩、何千キロも命がけで旅をする渡り鳥のたくましさは本当に素晴らしいよ。子育ての場や餌場を求めて生きるために必死に飛び続ける、その生命力には感動すら覚える。生きるってこういうことなんだって思える。そうだ、今度白鳥を見に行こう。もう少ししたら八幡川にもやってくるけ。いい。え、それすっごくいい。私は遠慮する。どうして？ともりももっと冬を楽しまんと。ともりに冬も悪くないんじゃなってこと教えてあげるけ。ええって。ええよ別に。約束だよ。約束？なっちゃいけん相手だと分かっとったのに、恋しちゃいけんって知っとったのに、あっと思った時にはもう後には戻れん。そんな場所まで来てしまっとった。そして思いは積もっていく。君と初めて出会ったのは3年前、入学式の音楽室。あ、ごめん、人がいるなんて思ってなくて。どうかした？え、私の顔なんかついとる？いや。何？いや、別に。
違うと思う。あ、そう。何？いや、遅刻？違うけど。だったら入学式はいかんの？人の多いところあまり好きじゃないけ。あなたは？俺はまあただの寝坊で。初日に泣いたんじゃねえ。で、式は？なんか出る気分でもなかったし。私と一緒だ。いや、ちょっと違うかな。なんか言った？いや、なんでもない。あ、知っとる？学校の七不思議。誰もいない音楽室のピアノが鳴るとか、トイレの花子さんとか。そう、7つ全て知ってしまうと不幸が訪れるっていう。へえ。それが何？いや、今入学式やってる体育館あるじゃろ、うん、あそこ昔野戦病院があったみたいで、見たくないものがいろいろ見えちゃって、それで逃げてきた。なるほど。面白い。その犬今度使わせてもらおう。本当じゃって。いるよね、幽霊が見えるって注目されたがる人。そんなんじゃないし、それにさっきも屋上に女の子が。女の子？屋上に？あれは多分昔何かの事故で亡くなった生徒、自爆霊じゃと思う。あのね。何？時点や光点を考えると、地球は秒速1000キロものの速さで宇宙空間を飛んどるの。自爆霊が同じ場所に留まっているためには、秒速1000キロものの速さで移動せんといけん。その膨大なエネルギーは一体どこから生まれとるんだと思う？大体幽霊がプラズマじゃってことは実証されとるんよ。プラズマじゃのうても、例えば勝手に冷蔵庫が開いて、ジュースの入った瓶が自分のところまで飛んできて、勝手に蓋が外れてジュースが飲めるとか、そういう奇跡みたいな偶然も分子の運動によっては可能性がゼロではないんじゃって。どう？いや、全くその通りじゃと思う。他には何か？なんだったら幽体離脱も火の玉もラップ現象も全部証明してみせるけ。あんた面白いね。それほどでも。でも俺はそうは思わんけど。まだ言うか。だって俺には実際に見えるし。なるほど。私に喧嘩を売ろうって言うんじゃない。そんなつもりじゃ。よし、わかった。その喧嘩買ってあげる。入学式はまだ1時間は続くし、時間はたっぷりあるけんね。あ、私ともりって言うんよ。俺は清水。よろしく。よろしく。本当にこれでええんかな。こんだけ作って
分からんのよ、自分でもどうしたらええか。いいんじゃない、先輩の思う通りにすれば。うち協力するよ、いつだって先輩の味方。ありがとう。私寝ちゃってたんじゃ。ともりが熟睡するなんて珍しい。起こしてくれればよかったのに。寝顔があまりにも可愛かったから。何それ、すっごい嫉妬なんだけど。これ全部清水くんが。まあね、うちも手伝ったけど。いつの間に。少しずつ、毛先は割と器用な方なんじゃ。ともりとは大違い。こうしちゃいられない。一つ作るのにどんだけかかっとるんよ。色も形もなんか変じゃし。ほっといて、急がんと夏になっちゃうよ。心配せんでももうすぐ完成するけ。しかしこんなに下手いと思わんかったわ。ほっといて、手伝おうか。結構。そう、じゃあ俺は今日はこれで。え、先輩どこに。ごめん、ちょっと用事思い出したけ。それじゃ。え、じゃああっちも。そういえばこの間。え、どうじゃった。お墓参り行ったじゃろ、先輩と。ああ、うん。あ、そうだ、翔子いつの間にいなくなったの。ああ、うちなりに気を利かせたつもりやったんじゃけど。どういうこと。ともりにじゃなくて先輩に。なんでそんなこと。言ったじゃろ、先輩はともりみたいなのが完璧にタイプなんだけ。余計なことを。でも何もなかったみたいやね。あるわけないじゃろ。情けないな、本当に先輩は。翔子は清水くんのこと好きじゃないの。大好きだよ。だったらなんで。好きな人には幸せになってもらいたいけ。本当にそうなの。何が。たまにそうは思えない時があるから。え、どうして。だって本当に好きなら、本当に付き合いたいと思ってるなら、あんな風に明け透けに好き好き言わないじゃろ。普通そういうもんかね。そういうもんよ。翔子も誰か別に好きな人がおるんじゃろう。まあね。あっさりだよね。そうだよね、分かる人には分かっちゃうよね。先輩もすぐ見抜いたし。誰なの、翔子が好きな人って。知りたい。いや別に。ちょっと聞いてよ、隣のクラスなんだけど、6組のカオル知っとる。ごめん、ちょっと。残念。え、でも6組ってうちの。どんな人か気にならんの。ねえねえ、聞かんの。聞いてほしいの。いや別に。どんな人、かっこいい。そりゃあまあ。顔は誰に似てる。オラオラ系、それともお坊ちゃん系。そうね、垂れ目で笑うと目が細くなって、守ってあげたくなるようないい匂いのするワンピースがよう似合う人。それってもしかして。うん、そうなんよ。そうなんじゃ。自分一人が不幸な恋愛してるわけじゃないよ。
さっきの授業中紙が回ってきてね、どうしても話したいことがあるけ、放課後屋上で待っとってくださいって。やばい、うち告白されちゃう。誰だと思う？さあ、ちょっとうちには吉田くんって可能性は？陸上部の？なんで？いや、そうじゃったらいいなと思って。ああ、そういうこと。ドキドキする。うん、ええよね、吉田くん、お似合いだよ。じゃあ、うち行くね。え？邪魔しちゃ悪いけ、うまくいくとええね。それじゃ。私は渇望したけれど、この血まみれの手を伸ばして咳で枯れた喉を酷使して叫べども、この格子の檻から出ることはかなわない。この病室から見える景色は永遠に自分のものにはならない。いくら望もうとしても過ぎたるものは手に入らない。これ誰が？さあ、まさか翔子が？どうじゃろ。ふざけてないで答えて。じゃったらどうだって言うん？なんで、どうしてこんなひどいこと？なんでじゃろ。だってこれは大切な人に捧げるための大切な肖像のために、竹を削いで曲げて組んで丁寧に気持ちを込めて、それを知ってて、どうして？どうしてじゃろ。いい加減にして。もしかしたらうち最初から好きじゃなかったんかも、トモリのこと。一人でもいいなんて嘘っぱち。誰かに優しくされたら嬉しいくせに、本当の孤独を経験したことがないから、そんなこと言えるんよ。よーく分かった。私のことは笑えばいいし、どれだけひどい言葉を言われても構わない。だけどこれだけは、だってこれは私の大切な。言っとくけど、うち悪いことしたなんて少しも思ってないけ。だってこうでもしないと共に肖像さんを忘れられんのじゃろ。むしろいいことしてあげたなとすら思っとる。そう、これでよかった。ともりはもう肖像さんと会わんほうがええよ。余計なことしないで、ほっといて。待って、話があるんじゃ。私にはない。先輩が言わんから、うちが言ってあげる。先輩は優しいけん何も言えん。じゃったらうちが言うしかないけん。何のこと？あの人は肖像さんは、肖像さんは
ない人間、あの人は幽霊なんじゃ。何よそんな馬鹿げたこと。嘘、本当は気がついていたんだろ。だからあえて自分を納得させるようなことばっかり。そんなことない。大体証拠に何がわかるの。肖像に会ったこともないのに。会ったことはないけどわかる。何それ、バカにせんで。しょうがないじゃん、わかるよ。だってうちも幻じゃけ。は？先輩から聞いたじゃろ、うちはこの屋上の事故で死んでしまった。かわいそうな自爆霊なんよ。まさか嘘ばっかり。嘘じゃない、でたらめ言わんで。だって自爆霊が同じ場所にとどまっているためには秒速すぎる。それがなんだ。じゃあ今トモリの目の前にいるうちは。いいよ調べなよ、一学年下に本当にうちが存在しとるんか。それで屋上であった事件の記事も調べればすぐ分かると思うけど。だからそれは。トモリは正蔵さんとこれ以上会わんほうがええ。それに正蔵さんは普通の幽霊とも違う。違う、うちとはちょっと違うんよ。正蔵さんは背負わんくちゃいけん罪があるんよ。さっきから何言っとる。翔子の言ってること全く分からんのんだけど。トモリは出会うべきじゃなかった。正蔵さんを見つけてあげるべきじゃなかった。トモリはもう正蔵さんと会うのをやめた方がいい。やめていけ。そんな話信じられるわけないだろ。トモリ、なあ翔子、お前いつまでここにおるつもりなんよ。ずーっと。芝生霊はね、霊となって時間が経てば経つほど霊格が高くなって人間に対する影響力も強くなるけ。で、200年成仏せんと神様になれるってもっぱらの噂なんよ。本当なんかそれ。さあ変わらんな、お前は。本当先輩だって変わらんよ。変わったよ。全然変わってない。いつまで経っても同じ場所に囚われたまま。確かに言われてみれば。なあ翔子。何？好きな人が自分のもんにならんかったとしたらどうする？は？その人の望む未来がその人にとっての幸せとは限らんかったら。だけど奪う？ほっとく？それともただ悲しむ？バッカじゃない？呆れて物も言えんわ。そんなの決まっとるじゃろ。努力して努力して何としてもこっちを振り向かせる。おしゃれしてダイエットして相手の好みを調査してアピールして好きって毎日30回は告白してその人の幸せをうちの隣にいることに変えてみせる。だけどそれでもダメだったら最後は泣きながらその人の幸せを一緒に探せよ。一緒に？どうして？だって好きじゃけ。好き？それだけで？うん、それだけで。それに誰がどう幸せなんて本人しか分からんことを先輩がぐだぐだ考えてどうするん？それで答えなんて出る？じゃったらいつも諦めたような顔せんと最後までしぶとく戦いんさいや！バーカ！バーカ！先輩のバーカ！アホよ！俺はバカよ！おバカな臆病者なんじゃ。俺はただそばにいたくて何も変えたくなかっただけなんじゃ。あいつからずっと逃げてきたんじゃ。だけどもう無理なんよ、限界なんじゃ。俺だって前に進みたいんよ。顔上げてまっすぐ前が見たいんじゃ。
ただ顔を上げてあいつをまっすぐ見たいだけなんじゃ。ようやく本音言った。先輩意地っ張りじゃて疲れるわ。そんなとこ嫌いじゃないけど。翔子、うん、ありがとう。何？もしかしてうちに惚れた？まさか。でも今うちのこと愛くるしいって思ったじゃろ。だとしたらそれはきっと冬のせいじゃろ。え？冬は空気がきれいじゃけ幽霊がはっきり見えるんよ。何それ。先輩、君といることができたから、ありがとう。想像、会いたいよ。辛かっただろう、よく頑張ったねって、あの頃のように強く優しく抱きしめてよ。想像、肖像をお願いだから。
ともり、ともり、清水くん、どうしたここに。こんなとこで昼寝ってことはないじゃろ。私がいくら手を伸ばしても届かない。肖像には届かない。永遠に届かない。私じゃない。私じゃ肖像を救えない。助けることなんてできやしない。そんなこと分かってる。だけど、でも私はいかんと。どうして。そんなに辛いならやめりゃいいじゃん。やめえや。頼むけ。何、楽になりたいんじゃろ。何にそんな未練があるんよ。ええ加減諦めろよ。清水君には関係ない。あるよ。終わりないよ。あんたいつも悲しそうな顔しとるんよ。今だって何よその顔。大泣きしてましたって書いてあるんよ。肖像さんは死んどるんよ。これ何。肖像さんが書いたノート。肖像さんはうちの知り合いの病院で治療しとったんじゃ。私は渇望したけれど、この血まみれの手を伸ばして咳で枯れた喉を酷使して叫べども、この格子の檻から出ることはかなわない。この病室から見える景色は永遠に自分のものにはならない。いくら望もうとしても過ぎたるものは手に入らない。食べることもままならず痩せ衰えた自分の体、己の夢とはあまりにも不相応な自分の姿、それに気づいた時には病気を宣告された時よりもひどく気がめいって反嘆たる気分にさせられた。でもそんなことよりも私が絶望したのは、私が恐れたのはその愚かな夢さえも見なくなる虚無心。いつしか外の世界に同系することさえ忘れて、ただ楽になることばかりを考え始めた。体の倦怠感は無気力へ、そして思考まで犯していった。生きるとは希望を持つことだ。ただ生きるだけなら人形と同じだ。だから私は命を絶つ。肖像が死んでる。そう。だけど肖像さんはともりに出会えた。肖像さんは翔子とは違う。普通に死んだ人間と自殺した人間の罪は違うんじゃ。自殺した人間は罰を受けなきゃならんけ、自ら命を絶つというほど業の深いものはない。その罪を犯してしもうた者は記憶を消され、あの世とこの世の境をさまよい続けなければいけんのじゃ。気の遠くなるような孤独の深い淵の中で永遠に続くはずの攻めくを味わいながら。そんな。でも一年に一度だけ、お盆の季節だけは死者とこの世の壁が一枚分薄くなる。とはいえそこで運よく誰かに出会えたとしても、記憶はないまま自分が死んどるということさえ忘れたままさまよい続けるんじゃ。だけどあの日私と肖像は出会った。そう、肖像さんはあんたに会えたんじゃ。それがどんなに幸せじゃってことか。
ともりが正蔵さんを見つけてあげたんじゃ。正蔵さんは死んだことで病気の苦しみからも解放されて、あんたに会えて初めてこの世界で生きることができたんじゃ。それがたとえ1年のうちのたったの4日間だけじゃったとしても、もうそれで十分じゃないか。もう自分も正蔵さんも解放してあげろよ。清水君の言いたいことはわかる。正蔵と一緒にいることはこんなことかもしれん。悲しいし辛いし胸がちぎるぞ。だけど、だけどやっぱり私は正蔵が好きじゃけ、大好きじゃけ。ともり、俺があんたを泣かしたら意味がない。だから私行くね。正蔵と約束した景色があるけ。無理ないよ、そんな約束。やめて、何する。よく見ろよ、ここにともりの名前が書いてある。これがどういう意味だかわかるか。ともりは死んだんじゃ。あの日、あの事故で両親と一緒に死んでる。私が嘘じゃない。ともりも正蔵さんと同じなんじゃ。幻なんじゃ。私が幽霊。そう。違う、そんなはずない。ともりの姿は幽霊が見える俺や翔子、限られた人間にしか見えていないんじゃ。いい加減にして。だって事故があったのは小学校の時なんよ。私が幽霊になっていうのはその時死んだ時の姿のままなはず。でも私はこうしてちゃんと年を重ねた。死んだことにも気づかんと、自分は生きとると成長し続けた。ずっとそんなともりを見続けるのがつらかった。だけどともりは正蔵さんとは違うじゃろ。正蔵さんと違って自殺したわけじゃない。不運な事故で命を落としたんじゃ。だから正蔵さんのように罪を背負う必要はないんじゃ。分かった。よう分かったよ。清水君は。ともり！やめて！お願いだから話して！これが最後！これで最後だけ！一つだけ、鳥の行くその先に未来なんてないよ。そうかもしれんね。清水君の言う通り。だけど私は止まれない。
確かに聞いて。私は肖像のことだけしか、彼のことだけしか考えられない。もう二度と戻れんのかもしれんけど。笑ってほしかった。全部あんたに笑ってほしかった。ごめんね。山深く緑もゆる、ここはあなたと初めて出会った場所でした。どうしようもない中で緑しかないのだと、そう言ってしまえば終わってしまうようなこの場所を、あなたはただただ切なそうに見つめて、綺麗だとそう言ってくれました。郷愁にも似たその羨望を今も強く刻まれたこの胸の中から追い出すことはできないのです。世界がこんなにも美しくきらめいていることを教えてくれたあなたを私は忘れることはないでしょう。
あの頃は目の前が真っ暗で、何をしていても何を見ても色あせていた世界を、私を救ってくれたあなたを、私が忘れることはないのです。お盆くらいは帰ってきんさいよ。